竜王像、北京岩園にて、竜王は、仏教における蛇形の鬼類であるナーガの王、または、中国の創造上の真獣である竜が人格化した、神格。仏教における、様々な竜王の女。仏典に記された、インドの蛇形の精霊であるナーガは、竜と翻訳されて、中国に伝わった。ナーガはインドで古くから信仰されていた蛇神で、中国の竜とは異なり、 コブラが元になっている人面写真として描かれる半身で、ヒンドゥー教ではパーターラという地底界に住むとされ、仏教においては仏法を守護する衣類である八部衆の一つとされた。北権行には釈迦の説法を聞いた八孫の竜王が登場し、これを総称して八代竜王という、密教では旧手法の本尊である昭右教曼羅に八代竜王が描かれている。中国では 仏教の八大竜王や八部衆の一つである竜と中国古来の竜の観念が集合してインド現代の竜王とはまた別の四海、竜王などの道教の竜王信仰が定着した古代中国で竜といえば天地を往来する霊獣であり随称の生き物である四霊の一つであり五行説の東方、牧行、青に当てはめてられる詩人の一つ清龍であったこれに対し王は 漢代までの文献には現れない、漢約物典成立後に広まったと考えられる概念である。竜王は、サンスクリットのナーガラージャの関約であるが、中野美代子の指摘するところでは、竜王の語は、竜族の頭というよりも、特定の地域に分布された王という意味合いが強い。竜王は特定の土地と結びついた存在であるとして、中野は、現状の、大東西域域を引き合いに出している。 1. 1中国では民間の竜王信仰が盛んになると東西南北中央の5つの方角の竜王である。五方、竜王や四海竜王、四天竜王のほか各地の川や湖に竜王が配され池や井戸などにも竜王が住んでいるとされた。竜王は水を司り、海竜王は津波を起こしたり、川や湖の竜王はそれぞれの土地の雨や天候を支配しているとされた。 竜が雨を司るという観念は、関代にはすでに確立していたことが、ワイナン南島から記記される。当中女の著とされる、春秋茂路、旧風編には、土で作った大竜とシャオロンを診断に置くなどして、竜を祀るという具体的な雨乞いの作法が、記されている。道教研究者の坂井で義信は、このような民間の旧儀礼は道教に取り入れられ、さらには、 密教の勝負手法にも影響を与えたのではないかと考察している。例えば、東大の成立とされる、アジクタ役、ダラニ州教巻11の、球団法は、団の司法に、泥で作った竜王像を置き、団の内外に、泥のシャオロンを多数置きと説いており、このような密教の手法は、前述の、春秋シゲに記された土で作った大、大流 シャオロンを置くという雨乞いの方法を受け継いでいると、堺では指摘する。道教においては、昭雨竜王行、大雨竜王行などの昭雨経典に、数多くの竜王の名が挙げられている。大浄土淵新授業第13巻、竜王品にも、天の竜を招いて、雨を降らせる呪法が説かれ、四海の竜王と中央の大水竜王の名が見える。民間の王信仰においても、かつては中国のあちこちに、 竜王病があり、農村では竜王に雨を祈願する祭祀が行われた。古くは、ワイナンコ型区に、王陵青龍、赤龍、白龍、玄龍の名が見える。龍を五宝と五色に結びつけた、東方青龍、港方赤龍、西方白龍、北方黒龍、中央王陵の五宝龍王は、義式以降の仏教や、道教の経典に現れ、 仏典の影響下で随当期までに成立したと考えられる。東代の孫子漠の遺書、千金翼型巻十九に記載された呪文デモ後、法隆の名が唱えられる。北宋の起想は、千百十年に御事の理を発して、青隆人、赤隆人、黄陵神、白隆人、黒隆人に、それぞれ、公二王、笠和王、誠王、吉住王、霊沢王の風合を与えた。 同教研究者の久保の忠は、このことから遅くとも12世紀頃までには、東西南北中央に竜人がいるという信仰が確立したとしている。詳細は、四海竜王を参照中国では、竜人信仰が盛んになると、四方の海に竜王がいるとされ、これを四海竜王と呼ぶようになった。古くは、唐の元僧が751年に四海の神を封じてそれぞれ広の竜王、 氷王、氷順王、広沢王の称号を授けている。中野美代子は、元宋が王に封じたこれらのあたつみが当時から、竜王のイメージを伴うものであったかどうか、明らかでないと指摘しながらも、特定の区域を支配する竜王の観念は、この辺りから起こったのではないかと推察している。真の妖精帝は1724年に、司会の竜王に風号をおした。日本でも、竜人、 竜王は水を司る水人とされた、竜宮様とも呼ばれる。日本の竜神信仰においては、中国伝来の竜と日本の水神、蛇神信仰が集合しており、竜王と蛇神とが混交されていることも多い。竜神の住むとされる淵や竜神地で、雨漕いが行われたり、漁村では、竜神祭で竜宮の神を祀って、豊漁を祈願するなど、農耕や漁業に関わりのある神格である。 空海が全女竜王を誕生したという古事のある、上泉園では、平安時代中期から、密教の旧手法の他に五竜王を祀る、恩明道の五竜祭も行われた。日本の恩明道書、北内伝金右翼都集巻には、中国の万古神話や仏教の教義を借りて、宇宙開脈の巨人神である、万豪王から実感十二種といった、歴史世界の構成要素が展開していくという、 創世神話を説いている。この中に古行神として登場するのが五帝五竜王で、ある。番号王は五人の妻にそれぞれ聖帝阿王竜王、石帝赤竜王、白帝白竜王、黒帝黒竜王、皇帝王竜王を生ませ、その御帝後帝五竜王の各のが、実感十二子といった王子を儲けたと物語っている。半本によっては、皇帝王竜王に異説あり、それによると、 番号の五人目の子である天文玉女妃は四十八人の王子を生んだ後、男子に返事で皇帝王領王となり、王子たちと共に四竜王に戦いを挑んだ結果、四季土曜の七十二日を了することになったという。日本では、六、水の絵進化の十二天章の一つである曲り鎮は、金色の蛇とされ、黄色は中央を守る色であり京都の中心を守ると、される。ただし、 中国の王領は5本の爪があり、皇帝の象徴とされるが、十二天章では、そのような要素は一切ない。また、十二天章の中には、清流、蘇作、白虎、玄武の詩人も入っている。日本に伝わる、神楽の曲目の一つに、五竜王などと呼ばれるものがある。例えば、広島県では、秋十二神儀で行われる五竜王があり。 広島県無形民族文化財に指定されている、相続をめぐり四竜王と戦う竜王という話である、ありがとうございます。